門脇かの子です。今日はマクドパーティー、はい、チーズ月見の人、はい、チーズ月見の人、はい、ナゲット、うん、ナゲット、はい、今年の YouTube はチーズ月見にしました。カメラ回ってない、あの回さずに普通に食べに行った時にすき焼き食べたんですけど、やっぱチーズ月見も食べたいなということでチーズ月見にしました。で、私はナゲット。ソースさ、あれ知ってる？柚子七味、うん、あったけど前食べたらちょっと辛かったからさ、辛いも苦手なこう若干一面いるからさ、もう言わんかった。で、ポテトとママもチーズ月見、あと、じゃーん、月見パイ。これマジでさ、人気なったよな、すごいよな。これでも美味しい、あんことお餅が入ってて。で、妹ちゃんはなぜかエビフィレオと、一人だけポテトとナゲット頼んでます。こなつくんは餌です。ちょっと静かにしてね。いただきます。アイスコーヒー。すき焼きも美味しかったんで、美味しかったんけど、やっぱ安定はチーズ月見かなと思う、うん、みんな乾杯。乾杯。うまっ。やっぱチーズ月見がいっちゃ美味しいと思う、ね、何年もあるんやろ、チーズ月見と普通の月見は。多分な、うん、なんかポテトも食べたかったけど、ママがポテト頼んだからナゲットにしました。幸せ。ちょうだいね。いいよ。はい、はい、なんて言ったか分かれ。安定よな、マクド。マジで安定よな、なんか。でもさ、絶対食べたらさ、うん、美味しいって言ってるよな。絶対なる。なんか飽きることないよな、うん、絶対知ってる味やのにさ。だってエビフィレオなんかも何年食べてんのって話や。ため息出るよな。静かにしてて、これあげるから。おいしいね。うまい。なんか月見の季節になったらさ、絶対 DM とかコメントでくんねんな。かなきち、月見の季節やでって。ありがたいね、教えてくれてんね。あと、うん、昔からうちは日曜日、パパが仕事休みの時は結構朝マック率高かったよな、みんなマクド大好きで。で、朝マックどうするってみんなで、まあ、メニューとかで見るじゃないですか。で、暗黙の了解で絶対パパはハンバーガー2つハッシュドポテト1つやって、うちらはハンバーガー1つやってんな。でもなんかそれはパパだけの特権なんかなって勝手に思って、2つ頼みたかったのに私は1個しか頼まんかったっていう話をしたら、ママが「え、そんなんあんたもじゃあ言えばよかったや」とか言うけど、そんなん言える空気じゃなかったやんな。私も2つ食べたいみたいな。私1個でよかったの。え、だいたい朝起きたてやからみんな頭回ってない、あんたが2人は。私はでも2つ食べたかったよ。だってちょっとボリューム少なくない？朝マックの方が、うん、ちょっとちっちゃいよ。自分の意見もちゃんと言わない。だってなんかもうパパやから2つっていう頭。体重で考えてごらん。多分体重とか関係ないやんな、こっち便秘じゃないねんからさ。なあ、ていうかもうさ、ここ数日間で何回も聞いてるけどさ、もう私が26歳で妹ちゃんが24歳のことについてどう思ってんの？
まだ嫁にも行かず。パもさ、うちってさ、なんか友達とどっか行くっていうのもさ、たまにあるけどさ、基本さ、何見ててもさ、家族でどっか行くとかさ、なんか家族中心。それもどう思ってんの ?26 歳と24歳の娘がさ。二人でそっとしといて。でもさ、うちら姉妹がさ、どっか行こうとしてもさ、ついてくるや。確かに。あんた。買い物行こうとかな。うん。それはそれや。ほんならさ、うちらもさ、じゃあパパとママがどっか行くって言った時な、うん、ついていかなあかんやん。ちょっと行くんだらいいけどさ、泊まりっていうことはホテル代っていうのもだんだんほらお金がいっぱいいるってなってくるやん。おいしいねー。おいしい。ん？でもうちらもそんなつもりじゃなかったよな、ちょっととお嫁に行くと思ってたよな、うん、だってママが23歳で結婚して23で私を産んでるんですよ。で2年後に妹ちゃんを産んでるからってことはもう私の年齢でもう、ね、そう妹ちゃんまでもう産み切ってんねん。だからなんとなくさ、ママの年齢ぐらいでさ、もう結婚したいな、子供欲しいなって思ってたや、うん、私らは。まあこのままな、独身やったら独身やったでな、まあ、一緒に将来するね。え、どっちも独身なん？なら、私が独身で妹ちゃん結婚してたらどうするん？コントって？まあそうなるよな、うん、でもまださ、なんか幼馴染とかもさ、そこまでみんな結婚してないからさ、うん、まだあんま思わんのかな。なんか焦る子は焦るっていうやん。なんか妹ちゃんはプランがあるらしくて、もし結婚して子供できて、でまあ出産ってなります。出産するときに私とママは分娩台の横で手つないとかなくらしい。旦那はでお姉ちゃんはカメラ係、うん、ママは当たられやる。痛いってお水飲ましたる。なんでママ当たられなあかん。まだまだ先の話やから。うん、先っていうか、あるかもわからんからな。そう。あかん。なんかいつもあげてるみたいや。あかん。うん、鳥評論家が怒ってくるかもしれない。何やで。やめとけ。うん、こんなつくんで何年目 ?8 年目もう。今年で8年目やったの。やな。うん。8年目の鳥です。長生きの秘訣は？ちょ、教えてくださいよ。長生きの秘訣は？はい。うん。わがままに生きることですか？まあ、あんたはわがままやもん。これ食べた。なんか、半分こって言ったのにもう、半分以上食べてんねんけど。そんなことないよ。うまい。でもあれやで、もう冬やからまた太りやすい時期やで。体蓄えるから。蓄えよ、みんなで。みんなでもしかして冬眠しなあかんかもしれないから。蓄えたら蓄えた分に身になるもん。落ちひんもん。幸せ。 また歩こう。しかも今衝撃的やで、まだ昼前っていう。11時過ぎっていう。何？健康的やん。うん、うん、美味しかった。ありがとうございました。いいえ、今日はおごったるわ。おごったる。ありがとう、こなつ。いつもな、家の留守番隊長してるから時給発生してんねんな。ごちそうさまです。ありがとう。ありがとう、こなつ。ありがとう、こなつ。ごちそうさまです。時給何円やったっけ？10円やった。10円やろ、こなつ。当分餌ないで。かわいそうな。今日は小夏のお給料でマクドを食べれました。だからママおごったるんだよ。みんなで小夏にお礼よ、はい、せーの、ありがとう。ありがとう。はい、小夏じゃあちょっと移りよんなら、はい、今日の、はい、なんて言うん、あのおごってくれる人のことなんか言うやん。大黒柱。違う大蔵省。今日の
今日の大蔵省です。じゃあお礼よ、はい、せーの、ありがとう、せーの、ごちそうさまです。あんた最初から言ってない、もう一回ありがとうからな。せーの、ありがとう、せーの、ごちそうさまでした。この小夏くんの大蔵省男前やなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でバイバイ。バイバイって大蔵省バイバイってバイバイって言う。バイバイ、言われてんな。バイバイは